しいけど、うん、なんかそんなレアなものじゃないじゃん。確かに。めっちゃ食うわ。めっちゃ食うわ。っていうくらい。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は、さくらんぼを狩りに佐久間利平観光農園さんにお邪魔しています。車椅子とかあとベビーカーとかにも対応していて、今後ももっともっと来やすいような環境づくりを目指していそうなので、まあ、そういった部分もいろいろ見ながら今時期の山形県のさくらんぼを食べていこうと思います。ではレッツゴー。はい、じゃこんな感じでね、うん、こんな感じ、さくらんぼで、まあ、ここはアスファルトになってて、このシートの上を進んでいくそうです。で、基本的には今現在というか、まあね、さくらんぼは上の方が美味しいから、まあ、確かに一人でさくらんぼ狩りに来る人もいないとは思うけど、じゃあパートナーの人が行って高い上の桜も取ってもらうっていう感じになります。あ、いないよね、さすがに低い桜。いないと思う。とりあえずじゃあ、うん、良さそうな桜を探そう。よし、はーい。あ、お、意外と、あ、全然進むわ。お、すごい。全然涼しい。うん、こっち脚立全然ないけどさ、うん、大丈夫。確かに。持ってか、脚立持ってこなきゃいけないよ。しんどい。ここはあれだね、まだ早いわ、うん、なんかそんな感じ、色がやばいな。全然まだそう。うん、戻るの、うん、あ、あっちね。大変そう。え、やだ。わ、夏なのに暑い。いや、夏だから暑い。大変そう。わぁ、しんどい。ひよ。え、お、車椅子の方って幼児用のやつだって。へぇ、すごい。なるほど。ぶら下がってるからってことね。うん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 。なるほどね。まだ赤くない。赤くない。なんか赤いの探して。一回じゃあさ。うん。ここっと？うん、その一個一ちょい上の。あ、もう一丁上、もう一丁上のゾーンのやつ。こっち？あ、そう、それ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 。あの辺ってこと？うん、その辺になんか赤いのない。じゃあとりあえず一個一個取ってもらった。あの軸取りじゃなくて身取りだけのやつだから、よくあるこういうのはないけど。確かに。いただきます。あ、これ初だな、さくらんぼ。あ、そうかもね。うん、さくらんぼだ。でもさ、うん、食い慣れてるからなんか、あ、分かる。確かに。いや、おいしいよ、おいしいけど、うん、なんかそんなレアなものじゃないじゃん。確かに。めっちゃ食うわ。めっちゃ食うわ。
ていうくらい。いや、この日が出てるところにね、さくらんぼがいっぱいなるから。いや、こっちぶどう。え、ほら、ほんとだ。なるほどね。なんかぶどうの方が涼しいね。確かに。やばい、ぶどう爆発がいっぱい。ぶどうです。ぶどう爆発がやばい。やばい、やばい、ぶどう。こっからいかにぶどうを踏まずに。うん、うん、避けれてるよ。帰りもだよ。帰りもだよ。じゃあ、トイレ。ここがトイレです。トイレです。多目的トイレというか、車椅子が入れるトイレもあるそうなので、どんな感じかチェックしてみます。ちょっと空いてるのか空いてないのか。確かに。よいしょ。なるほど。いいんじゃないですか。ただ、これ。なるほど。はい。大丈夫。入れる。あ、なるほど。手洗うところがあそこか。あ、そうだね。ギリだね。きつくね。うん。久しぶりに見たんだけど、この石鹸。確かに。時間ね、この石鹸。確かに。小学校とかで見た。それ以来なんだけど。まあまあ、ちょっともうちょっと手洗う場所が近い方がいいな。確かに。帰るか。はい。ぶどう爆弾。おお。避けつつ。これ踏んだらプチって音するんじゃないの？するかも。また新しい楽しみ方を見出し。避けれてる、避けれてる。避けれてるでしょ？うん。イライラ棒みたいな。確かに。だね、確かに。ほら、素晴らしい。さっきよりスイスイいけるわ。いや、さっきさ、うん、なんか わざとあえて違うな、間違って、うん、めっちゃあるところに行ったんだね。そうだね。いや、ぶどう狩りか。でもこの高さならぶどう狩りもできそうだけど。いけそうだね、なんかね。はい、じゃあこんな感じで1時間さくらんぼを楽しみました。やっぱりさすがに高いところが赤いところ、高いところに赤いところがある、赤い粒があるから一人ではなかなか取れないし、でもその車椅子の人が取れるような高さのところにこう木があったりして、まあ、そこが赤かったら多分取れると思うんですけど、なんで全然個人的には車椅子でも楽しめる場所だなっていうふうに思いました。意外と土の上もね、硬いから全然走りやすい。で、パートナーの人がいればちょっと困った時は押してもらえるし、まあ、トイレもあるし、いいなと思いました、はい、皆さんもぜひさくらんぼ、これからもうちょっとで終わっちゃうけど来てみて、まあ、来年とかもね、楽しんでみてください。ではこんな感じで、この動画が役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。